はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、現在ですね、週刊女性さんが出した記事が話題になっています。それは何かというと、松本人志さんからですね、性加害を受けたというふうに告発した女性がですね、実は被害を受けてなかったというふうに言い出したという記事内容なわけなんですね。はい。で、その結果ですね、松本さん擁護派の人たちがですね、それをですね、とうとうこういう記事が出てくれた、本当のことを言ってくれる人が来たんだっていうふうにめちゃくちゃ喜んでいます。で、しかしながらなんですけども、その内容というのはですね、非常にですね、曖昧で抽象的な記事なわけなんですね。で、実はなんですけども、この週刊女性さんというのは、以前にもですね、その数ヶ月前、松本さんの件が公になった時にもですね、松本さんのことをですね、擁護するようなですね、むちゃくちゃな結構記事を出していたわけなんですよね。はい。まあ、今回はそのですね、過去に出したですね、週刊女性さんの記事の内容をですね、おさらいしていきつつ、実はですね、その記事の内容をですね、いわゆるその性加害専門でいろいろやってらっしゃるですね、弁護士の方がですね、その内容についてですね、完全に否定しているわけなんですね。で、さらになんですけども、実はですね、皆さんね、ジャーナリストの伊藤詩織さんが起こしたですね、性被害裁判というのがですね、ちょっと前にあったわけなんですけども、実はですね、この内容がですね、松本さんの件と非常に酷似しているわけなんですね。で、さらに言うと、その週刊女性プライムさんが書いたですね、過去の無理やりな松本さん擁護記事のですね、論破にもですね、このね、伊藤さんの件が関わってきています。はい。で、さらに言うとですね、ちょっと前に元文春のですね、編集長の方ですかね、まあ、彼がですね、松本さんの件をですね、これを仮に刑事事件としてですね、証拠とかをですね、まあ、頑張って提出して、じゃあね、警察に訴えてたところで、これは絶対に勝てないということを言ったんですね。で、それをですね、聞いたですね、また擁護派の人たちがですね、やっぱりそういうふうに警察に訴って受け付けられないような事件にもかかわらず、それをこういうふうに週刊誌に書くなんて、やっぱりこいつらはね、嘘をね、嘘だ、出まかせだ、一から全部作ってるんだ、みたいなことを言って、いろいろとですね、元、編集長の方をですね、批判しました。はい。で、実はなんですけど、それに対する論破的なですね、内容も実はですね、この伊藤詩織さんの事件はですね、はらんでるわけなんですね。はい。まあ、とにかくですね、その辺も踏まえて伊藤詩織さんの事件をですね、今回は解説していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、ちょっと週刊女性プライムさんの方からいきましょうかね。まあ、週刊女性プライムさんがですね、松本人志さんから性加害を受けた女性が、実は私は被害を受けていなかったということを言っているという記事を書きました。まあ、しかしながら、その内容は非常に抽象的でした。という何かというと、そういったことを言ってる、私の友達がいるんですよっていうですね、また聞きの内容だったわけなんですね。はい。私の友達が、そういうふうに言っててっていうくらいの内容だったんですよ。はい。本人が言ってるわけではなければ、具体的な内容も何一つ書いてないっていう感じでした。まあ、しかしながら、擁護派の人たちはですね、それを見て大喜びしたわけなんですね。で、実際ですね、週刊女性プライムさんというのは、そういういい加減なですね、擁護記事を以前にも出していたわけなんですね。で、それが何かというと、数ヶ月前にですね、出た記事なんですけども、はい。これが何かというとですね、画像流出、松本人志の性加害疑惑を告発した女性、かっこ本当に素敵で、かっこ閉じ、点々点、スピードワゴンを小沢に送っていたお礼という記事を配信したわけなんですね。この内容としては何かというと、告発者のですね、A 子さんが、飲み会の後にですね、小沢さんに送った LINE のですね、お礼メッセージがそこに掲載されました。で、そのですね、それをですね、載せた上で、週刊女性さんとしてはですね、果たして本当に性被害を受けた女性がこんなお礼 LINE を送るかねといった内容でした。まあ、つまり松本さんを擁護する記事だったわけなんですね。はい。で、実際松本さんはですね、すぐさまこのね、週刊女性さんの記事を X でリポストしてですね、とうとう出たね、点々点というふうに出したわけなんですよね。はい。まさに松本さんからするとですね、渡りに船といいますか、週刊女性さんがこういうことを書いてくれたから、よっしゃ、ついに出た、これに乗っかってね、どうだ、世間を見てくれ、週刊女性さんのこの記事を見てくれよ、ね、俺はだから無事さんだ、みたいな感じで、週刊女性さんの記事を、リポストしたわけなんですね。で、その結果ですね、松本さん擁護派の人たちがですね、A 子さんをですね、すごくネット上で叩くという流れが起きたわけなんですね。で、それに対してですね、当時ですね、声を上げたのが誰かっていうと、現役の弁護士さんなわけなんですよね。はい。これ誰かというとですね、NPO 法人レイプクライシスセンターつぼみの代表で、弁護士の望月雅子さんという方ですね。この方がですね、当時このようにコメントをしています。被害者が平静を保とうと、普段と変わらない行動をすることは決して珍しいことではありません。むしろ弱者である被害者が加害者におもねるような言葉を、言葉言動を取ることはしばしばありますというふうに言ってるんですね。
そう、まあ、つまりですね、こういったですね、レイプクライシス、センター、つぼみの代表ですね、NPO 法人をやってる方からすると、まあ、多分いろんなケースを知ってらっしゃると思うんですけども、そういうですね、メールを送ってしまうですね、被害女性というのは全然いるっていう話なんですよね。はい。まあ、つまり、あるあるということです。はい。で、さらに言うとですね、この方こんなことも言ってます。被害者への二次被害はネットの投稿に限りません。友人や家族、警察、放送家や医師が悪気なく口にした言葉でも生じますと。例えば、あまり被害を他人に言わない方がいいよという助言や、なんで男性についていったのという疑問が、という質問が被害者を傷つけ苦しめます。一方、今回のようにマスコミを通じた告発の場合、やはり売名と金目当てが典型的な誹謗中傷のパターンですというんですね。はい。まあ、確かにですね、その A 子さんを誹謗中傷する声で多かったのが、売名行為だとか金目当てなんだっていうことを言っていたんですね。で、この件に関してもですね、望月さんははっきりこうおっしゃってます。冷静に考えれば誰でも理解できるはずですが、売名や金銭目的で性被害を告発するというのはあまりにリスクが大きすぎますと。それこそ誹謗中傷が殺到するのは予測できますからと。とてもではありませんが割が合いませんと。多くの被害者は必要がないにもかかわらず自分を責めます。軽率な行動で自分は汚れてしまったと孤独や絶望感に苛まれます。そうした被害者の姿を私は間近でたくさん見てきました。売名や金目当てという批判はあまりに的外れだと言わざるを得ませんということですね。うん。まあ、でも確かにそうですよね。金目当てだとするんであれば、ちょっとやり方がですね、下手すぎますよね。まあ、実際問題、現在の裁判では松本さん側が文春さん側を訴えて5億5000万円要求しているわけですよね。だから文春さんサイドがたとえね、裁判に勝ったところでお金を払わなくて済むっていうだけなわけなんですよね。だから A 子さん B 子さんは全然儲かってないんですよ、はっきり言ってしまって。うん。まあ仮にですけども、文春さんからですよ、A 子さん、B 子さんが、それぞれですよ、数千万円とかね、1億円とかとんでもないお金をもらって、嘘を言ってるとか言うんだったらあれかもしれませんけど、それはあまりにちょっとですね、ね、リアリティがなさすぎる話ですよね。はい。だと、売名っていうのもありますけども、まあ、要は、その、これだけ国民的なね、スターを訴えてるってことは、大きな記事になって、日本中でね、報道されるわけじゃないですか。まあ、するとですね、言ってみたら、自分は、その、松本人志さんから、まあ、無理やりレイプをされた、無理やり変なことされたんだよっていう女性として世の中にね、自分の存在がですね、広まってしまうわけですよね。その売名って何か意味ありますって話なんですよ。その売名の方、売名って結局売名をすることによって何か得があるからみんな売名するわけですよね。はい。だと思うんですけども、この場合何かですね、松本さんからそういうことを受けたってことを言って何か得は果たしてあるんですかっていうことがですね、まあ非常にね、わかりますよねっていうことです。うん。で、なんですけども、次にですね、じゃあこの件についてですね、はい。この件についてですね、その伊藤詩織さんの事件っていうのがあるんですけども、伊藤詩織さん性加害事件っていうのがあるんですけども、この事件がですね、実はね、今言った週刊女性プライムさんの記事だったりとか、そういうことともですね、非常に関わってきていることがわかるわけなんですね。ではですね、次にこの伊藤詩織さんの件について話していきたいんですけども、これはですね、当時結構世間でも大きく報じられたニュースですよね。伊藤詩織さんというジャーナリストがですね、仕事の紹介のために元 TBS 記者のですね、結構年配の男性とご飯に行ったわけなんですよね。そしたらですね、そこで何かを飲まされたかわかりませんけども、急に体調が悪くなってしまって、その後相手のですね、男性のホテルに行きました。はい。で、そこでですね、体の自由が利かない中で、その男性に性行為をされたということなんですよね。で、それをですね、当時伊藤さんはですね、世間に訴えかけたわけなんですよね。で、対して男性側の意見としては何かっていうとですね、自分は無理やりそんなことをしてないと、むしろこの女性側、伊藤さんが誘ってきたんだというふうに言ったわけなんですね。はい。そして最終的にですね、伊藤さんはですね、その刑事事件としてですね、この件を訴え出たわけなんですね。うん。で、なんですけども、実はですね、皆さん、伊藤さんもですね、お礼メールを送っていたわけなんですよ。はい。その伊藤さんがですね、送ったお礼メールというのを、その相手の男性側もですね、裁判において証拠として提出してきたわけなんですよね。ほら見てくださいと、伊藤さんは私に無理やり性加害をされたというふうに言ってますけども、これを見てください。こんなね、メールを送ってるんですよ、私に。ね、自分が被害を受けたとして、こんなの送りますかっていうふうにですね、その男性側としては主張してるわけなんですよね。まさにこれでどうです？その松本さんの件と非常に酷似してますよね。松本さんもまさにそのね、LINE を見して、堂々出たねっていうふうに言ってるわけですから。で、実際問題ですね。じゃあ、伊藤さんの裁判、最終的にどうなったかっていうと、裁判でですね、正式にですね、酒によって意識がない状態で性行為されたということがですね、これ認められたわけなんですよ。はい。認められた。うん。その相手方の男性がですね、まあ、そういったことをしたっていうことが認められたわけですね。うん。
まあ、一応ですね、相手の男性も誘ってきたというふうに反論したんですけども、その相手方の男性のですね、発言は信用できないという形で退けたわけなんですね。はい。まさにですね、その伊藤さんがお礼ラインというのを送っていたのは事実かもしれませんけども、裁判の場においてはですね、伊藤さんの主張がですね、完全に認められたというわけなんですよね。うん。つまりこの伊藤さんの例から見てもですね、その A 子さんのお礼ラインが何の意味もないということがよくわかるんじゃないかなというふうに思います。で、次になんですね、次になんですけども、またここも大事な話なんですけども、元文春の編集長の方がですね、いわゆる今回の件をですね、刑事事件にすることはすごく難しいんだということを言ったわけなんですね。もうすでにやっぱり何年も昔の話になってくるし、これを刑事事件として立件するのはすごい難しいということを言いました。で、それに対してですね、世間の擁護派の人たちがですね、ほれ見たことかとね、警察に言っても無駄だっていうような、そんなね、なんか曖昧な事件をこういう風にですね、記事にするのは何事なんだみたいな感じでめちゃくちゃ切れたわけなんですね。うん。でなんですけど、皆さんここですごい大事になってくるのが、要はですね、最終的に現在ですよ、その文春さんと、文春さんと松本さんはですね、民事の裁判で争ってるわけなんですね。はい。そう、つまりその元ですね、文春の編集長の方はですね、その刑事事件にすることは無理だとは言ったんですけども、結局今民事で争ってるわけなんですね。うん。で、ここですごい大事になってくる何かっていうと、そのね、民事でですね、何か裁判を起こしてそれが認められるよりも、その刑事事件として裁判を起こして認められる方がめちゃくちゃハードルが高いってことなんですよ。で、これはなんでかっていうと、民事事件っていうのは基本的にですね、お金のね、行き会なんですよ、行き会。要はその損害賠償請求という形で、お金をですね、奪うための戦いなわけなんですよ。払ってもらうための戦いなわけで、対して、刑事裁判って何かっていうと、それが認められたらですね、相手に前科がつくわけなんですよ。はい。で、場合によってはですよ、懲役何年とか執行猶予何年とか、場合によってはさらに言えば死刑になる可能性すらあるわけなんですよね。うん。まあ、つまり、相手にですね、その前科というですね、重いですね、その、言ってみたら十字架を背負わすことができるわけですから、刑事裁判というのはですね、非常にですね、重要と言いますか、なかなかですね、認められるのが難しいわけなんですよね。まあ、実際にですね、ある弁護士、現役弁護士のですね、YouTuber の方がおっしゃってたんですけども、例えば、その民事の裁判においてですね、何かを立証したいってなった時に、大体7割、8割くらい立証できたらですね、それで OK 出るパターンがかなり多いと。で、それに対して、刑事裁判においてはですね、本当に90、もう5、6% くらいまでね、全部認めさせないとと言いますか、それくらい用意しないと難しいらしいわけなんですよね。まあ、ただそれは当たり前っちゃ当たり前ですよね。だって、刑事裁判ってさっきも言いましたけども、もしも相手がですよ、それで、あなたは罪をね、犯しましたっていうふうに認定されると、その人の人生、今後の人生全部ひっくり返るくらいのとんでもないことになるわけですよ。それこそね、懲役とか言って何年もシャバに出れないとかね、あったりするわけですから、だからやっぱり刑事裁判の方がどうしてもですね、ハードルが高くなるのは当然なわけなんですよね。うん。まあ、つまり、その文春の編集長が言ったのは、つまりそういうことなんですよ。やはり起きたこと自体はもう8年くらい前の話ですし、これをですね、刑事事件として立件して最後まで持っていくのはやっぱりどうしても難しいと。ハードルが高いと。はい。ただ今回みたいな民事の場においてはですね、全然戦えるよということをね、文春の編集長は言ってるわけなんですよ。はい。で、それがですね、まさにこの伊藤詩織さんの件だったわけなんですね。はい。それ何かっていうと、その伊藤さんもですね、まさに一番最初はですね、その刑事事件としてこのね、相手の男性を訴え出たわけなんですね。はい。で、そのままですね、最終的にその準強姦容疑でですね、彼は書類送検されました。しかしながら最終的にはですね、嫌疑不十分で不起訴処分という形になってしまったんですね。うん。まあ、つまり、その刑事事件においてはですよ、刑事事件、刑事裁判においてはですね、結局その男性はまあ不起訴処分ね、そういうことはしていないというふうな、終わり方になってしまったということなんですね。うん。ハードルが高くてですね、認めさせることがですね、伊藤さんはできなかったわけなんです。で、次にじゃあ伊藤さんはどうしたかっていうと、そう、民事裁判を起こしたわけなんですよ。損害賠償請求の民事裁判を今度は起こしたわけなんですね。はい。で、そこでですね、まあ最終的にまたね、長くいろいろ戦ったわけなんですよ。戦ったんですけども、最終的にですよ、裁判所でどういう判決が出たかというと、まあさっきも言いましたけども、その相手の男性が同意なくですね、伊藤さんに性行為を及んだと認定したんですよ、皆さん、認定ね。はい。相手の男性が同意なくですね、伊藤さんにその性行為に及んだと認定して、約332万円の賠償をですね、命じたわけなんですね。うん。まあ、つまり、これで完全に伊藤さんが言ってることが認められたわけなんですよ。はい。そう、このようにですね、このように伊藤さんの件から見てもわかる通りですね、同じ事件、まあ、起きた事件は一緒なわけじゃないですか。なんですけども、刑事裁判では不起訴で終わってしまったかもしれないけども、民事裁判の方では正式に認められたっていうことは、こういうふうに普通にあるわけなんですよね。裁判会では普通にあるわけなんですよ。はい。だからそう考えると、さっきから言ってる通り、元文春の編集長の方が言ったね、うん。
いわゆる、これを刑事事件にすることは難しいんですっていう発言も、別に何もおかしくないんですよ。刑事事件で今回の件をですね、問題化するのは難しいけども、民事だったら全然勝てるよということなんですね。まあ、実際問題、今まさにですね、文春さんがやってることがそれなわけですよ。はい。松本さんとの裁判、これ民事事件ですよね。その中で文春側がですね、認めさせると言いますか、ね、その司法の場で言わないといけないこと何かっていうと、真実性と真実相当性ですね。はい。いかにこれが説得力ある内容だったのか、そしてそれを信じるね、信じるというふうにですね、こっちが思ったそれだけの理由をそこで証明するということができれば、いわゆるその文春さんが勝つわけですからね。はい。というわけでですね、まさに今回の伊藤さんの件というのがですね、実は松本さんと非常に酷似してますよね。もう一回言いますよ。酷似してる部分をですね、もう一回だけおさらいします。まず第一に、伊藤さんという女性側がですね、自分より権力者のある男性からですね、性加害を受けたというふうに告発したと。はい。しかしながら男性側はですね、それは同意の上だったんだっていうふうに言ったわけです。この点では全く一緒ですよね。A 子さんと松本さんの件全く一緒です。はい。で、次に女性側が、その相手の男性側にですね、いわゆるそのお礼の LINE メールを送っていたっていう点ですね。で、それに対して男性側が、ほら見たことか、こういうふうにお礼が来たんだから俺は何もやってないんだっていうふうに主張している。これも全く一緒ですね。はい、一緒です。はい。で、続いてですね、そう、刑事事件にはできない方、刑事事件だと負けてしまったっていう点ですね。はい。刑事事件として今回の件を問題、大ごとにするのは難しかったっていう点ね。これも一緒ですよね。はい。で、続いてまた一緒のが、だからこそ刑事事件では難しいからこそ民事という場で今戦ってるということですよ。はい。これも一緒ですよね。はい。ここまで全部一緒なんですよ、皆さん。ここまで全部一緒。はい。唯一違うのが、まだ松本さんの方は、この、ね、伊藤さんの件と違ってですね、結果が出てない、民事の結果が出てないということなんですね。はい。まあ、だからこそ、まあね、最終的に伊藤さんはね、その民事の場でですよ、そのね、無理やり性行為があったということを、法律の場でね、ちゃんとそれが認定されたわけですから、はい。なので、いわゆるその文春側がですね、松本さんに勝つ可能性も十二分にあるというわけですよね。刑事事件にはこれはできないかもしれません。しかし、民事の場において、松本さんからそういうことをされたということを報道したことに対する、真実相当性は認められますという形になって、文春さんが勝つという形にはですね、全然あり得るわけなんですよね。はい。というのがですね、まあ、今回のお話になっております。はい。まあ、何にせよですね、今回伊藤さんもね、伊藤さんなんですけど、今回ちょっと話し出した伊藤さんなんですけども、ちなみに伊藤さんはですね、その後、ハッシュタグ MeToo 運動とか、いろんなことを進めていてですね、最近ではどうやら映画をね、作ったらしいんですよね。その映画というのは何かっていうと、まさになんかドキュメンタリー的な作品で、自分がその事件が起きた後に、どういうふうに戦っていたのか、相手の男性を戦って、あとね、自分のことを誹謗中傷してくるですね、いわゆる、お前も金目当てだったんだろう、倍目当てだったんだろう、仕事が欲しいから、そのね、その上の先輩をね、に無理やり、を自分から誘ってそういうことを性行為したんだろうみたいな、そういうことをいろいろ言ってきた世の中の人たちに対してどういうふうに戦っていったのかっていうですね、その過程がですね、こう映画になるらしいんですけども、その映画監督を伊藤さんがやっていて、今回ですね、それがね、しばらくもうちょっとしたかな、うまく公開されるっていう感じみたいです。はい。まあ、何にせよですね、非常になんか松本さんの件とですね、伊藤さんの件が酷似しているので、これをですね、比較対象するとなんか面白いことが見えてくるよねというお話でした。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話で成長も共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントの方はぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。